8月ももう終わりですけれども、まだまだ残暑が厳しいなと思います。そこでですね、今日から3回にわたり味も見た目も楽しめる県内のかき氷を紹介します。今回は創業98年の老舗の菓子店が和菓子の作り方を生かしこだわり抜いて作ったかき氷です。暑い夏に食べたくなるのはやっぱりかき氷。訪れたのは姶良市加治木町の鴨田通り商店街にある創業98年の松栄堂。カステラやまんじゅうなどが評判の地元で愛される菓子店です。そんな老舗の菓子店が作ったかき氷がこちら。器にこんもり盛られた色鮮やかなかき氷。こちらは定番人気のいちご味。氷自体に練乳やいちごの味をつけ、トッピングはシンプルに。氷には菓子店ならではのこだわりがあります。うちの先代がカルカンとかを作っている時にやっとたどり着いたっていう、その水の装置というか、それを使って素材の味をこうダイレクトに氷に閉じ込めて、それをふわっと吸って提供できるのではないかと。また菓子の劣化を防ぐために使う急速冷凍庫を、混ぜた水や牛乳、練乳を冷やすために利用して、かき氷用の氷に素材の味を閉じ込めます。二品目は濃厚な抹茶パウダーとわらび餅が添えられた和尽くしの抹茶かき氷。仕上げは店で提供しているまんじゅうにも使われている甘く煮た自家製の黒蜜。そして一番人気というピスタチオは淡い緑のふんわりかき氷。横には手作りの黒蜜と塩クッキーが。ピスタチオのまろやかなコクが口の中に広がります。氷自体に味がついているのでアイスクリームみたいです。黒蜜もこのかけるだけで分かる濃厚さが。うん、黒糖の深い甘みがピスタチオにマッチします。この店の今のかき氷になるまでには3代にわたる歴史がありました。私たちで3代目になりますが、まず初代がアイスキャンディーを売っておりました。2代目になりまして、お店の一角の喫茶のスペースを作りまして、そこで普通の氷を削ったかき氷を出しておりました。それを復活させてほしいという声もだいぶあったんで、かき氷もいいかなというのだったんですが、お菓子屋なのでいろんな設備もありますし、そういうのを活用してもう自分の家で氷から作ってしっかり味も入れて、ふわふわっと削った氷を皆様に食べていただきたい。そんな老舗の菓子店がこだわり抜いたかき氷の名前は大人のかき氷グラスピレ。グラスピレはフランス語でかき氷のこと。高級感のある特別なかき氷を提供したいとの思いで名付けました。2階にはかき氷を頼んだ人にしか見られない秘密の空間が広がっています。花好きの妻の恵子さんがアレンジした天井のドライフラワー。くすみのあるアンティークな風合いがリラックスできる癒しのスペースを演出。バラの花の下のおしゃべりは秘密ねみたいな感じで、大人同士の秘密の話をしたりとか、ちょっとの間でもこう癒されて、氷でまた体も心もひんやりして、またやろうっていう気持ちになっていただければと思って。松栄堂のかき氷はテイクアウトはしておらず、店でしか食べられません。八
かき氷を頼んだ人だけが楽しめる空間が醍醐味なんです。老舗の菓子店が作る味も空間も特別な大人のかき氷、あなたも秘密の空間で味わってみてはいかがでしょうか。いやー、美味しそうですね。ね、いろんな技術が詰まったかき氷ということですけれども、はい、うん、この夏初登場の味もあってキャラメル味があるそうですよ。いろいろ食べ比べてみたいですよね。進化しているということなのかもしれませんね。ね。